い、どうも、こんちゃでございます。カエルちゃんとこんちゃでございますっていうことで、お腹すいたんで、なんかご飯を食べるという例のいつものパターンでございます。すいませんっつって、でですね、いただくのは、ホワイトボードちゃんのね、上に乗っております。こんな感じになりますか。あれダメだ、うまく見えないな。これに乗ってるもんですが、こんなもんでございます。って言ったら見えないなっていう、こんな感じ、カエルちゃんが下敷きになっちゃったホワイトボード、これでございます。はい、チキンカツですね。チキンタツタのタルタル南蛮サンドっていう、こういうものが売ってたんで、これをいただくということでございましてですね、価格がですね、50% 引きで150円、半額でございますね。また例によって半額の 150% じゃない、 150% で150円で売ってるって、これをいただくってことでございます。それでですね、ここになんかノンガキが書いてありますね。ご覧いただきます。こんな感じで、ですね、唐揚げグランプリチキン南蛮部門最高金賞受賞、日本唐揚げ協会中華醤油唐揚げ専門的、なんていうの、鳥笑いって読むの、鳥笑いって読むの、なんていうの、こんな感じが、なんか脳が書いてありましてですね、なんかこのお店はすごいんだぞみたいな自己主張されてますが、大事なことは実際食ってうまいかどうかにそれに尽きるんで、まあなんかこう脳が書いてあってシールが貼ってあったんで、まあ一応ご紹介するってことでございますね。じゃあこれをいただきたいと思うんですが、まあ、冷たいまま食うのかな、それとも温めた方がいいのかな、ちょっと電子レンジでやっぱチンした方がいいのかな、うん、わかんないな。じゃあちょっと電子レンジでやっぱちょっと温めて、そしていただきたいと思いますね。で、あとコーラってことで、こんな感じでやっていきたいと思います、ね。よろしくお願いします。じゃあちょっと電子レンジの方行ってきます。てっ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 て。じゃあ電子レンジでね、温まる前にね、ご飯をいただきたいと思いますね。いや、なんか、半額弁当ばっか食ってるんだよ、本当に。いいんだ、安いに越したことはねえんだよ、安いに越したことはねえ。あんま外食とか最近しねえな、本当にな。まあ、この前オフ会とか行って結構散財しましたけどね。まあ、あれはまあね、まあ、外食というよりは皆さんと騒ぐのが目的でございますから。コーラ。このコーラちなみにですね、よく私の動画に出てくるコーラですからです。イオンですね。イオンが作っている、コーラでございまして、100ml あたり2キロカロリーということでございますね。カロリーオフコーラ、100ml あたり2キロカロリーで 1.5 キロカロリーなんで、30キロカロリー、これ全部飲んで30キロカロリーという、コーラでございまして、これをいつもいただいてるんだ。いい感じです。じゃあ、あんまり温めすぎてもなんなんでね、じゃあこのチキン南蛮部門最高金賞受賞ということですね。日本唐揚げ協会、これはちょっといい、チキン南蛮部門ってことはいろんな部門があるのかね、他にどんな部門があるのかね。チキン南蛮部門ってことは、まあ、唐揚げ、でも唐揚げだよな、チキン南蛮って唐揚げなんかよくわかんないけど、まあいろいろな、よくわかんないけど、まあちょっと開けてみたらこんな感じですね。はい、こんな感じです。それでですね、まあこれが、あ、ちょっとあちあちで、中身ちょっと断面をちょっとご紹介しましょう。まずパンで鶏肉があって、これが鶏肉、唐揚げですね。唐揚げが、まあ、唐揚げがこんな感じであって、これ唐揚げですね。で、まああとパンって、でレタスが1枚だけ挟んでて、でこのパンなんですけれども、あの鶏なんですけれども、ちょっとこれもう一回挟まないと熱くて持てねえ、ちょっとあーちゃあーちゃあちゃあちゃで、断面としてはこんな感じですね。結構肉は厚いですね。で、まあ衣があって、やっぱこれは唐揚げなのかな、ちょっと食ってみよう。あ、すごい分厚い唐揚げですね。すごい分厚い唐揚げで、衣が厚い、分厚いってのは衣が厚いってことで、で、チキンカツではなくてやっぱ唐揚げですね、まあ小麦粉なんだか片栗粉なんだか、よく僕はそのグルメじゃないからよくわかんないけど、まあそのものがあると。じゃあこれいただきます。
まあ、なんかもう、なんか大変じゃないか、なんだろうね。なんか、なんか、なんか大変なのだろう。もう、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 なんか、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 っていう感じですね、って言っても。何言ってるか全然わかんねえみたいな。まあ、そんな感じですけどね。まあ、まあ、なんていうかな。まあ、まあ、コンビニのチキンカツサンドと似たようなもんですね。ただ、コンビニより全然安いよね。でも、150円より入り安いんで、これ、定価で買うと300円って言うと、コンビニと同じぐらいなんで、なんか。ただ、コンビニのこのただサンドよりちょっとボリュームがあるかもしれない。あとね、パンが結構美味しい。このパンね、どこのパンか知んないけど、パンがね、これ、このパンね、結構うまい。あの、チキンカツのうんぬんよりも、パンが美味しい。このパンうめえな。このパンね、美味しい。チキンカツはね、っていうか、鶏の唐揚げはね、普通。鶏の唐揚げは普通なんだけどね。あ、パンねえな。このパンだけ買ってこよう。このパンだけ買ってこようって言って、どこのパンなのこれ。どこのパンなんだよ。わかんねえよ。唐揚げはさ、なんかこれがさ、どこで作ったとかさ、書いてあるけどさ、唐揚げは普通。ただね、なんか、この金賞とか偉そうに書いてあるけどさ、なんか最高金賞とか書いてあるから、なんか普通の金賞と最高金賞とかさ、あの底辺金賞とかいろいろ金賞にも種類があるんだよね。よくわかんないけど、まあなんか唐揚げグランプリとかさ、応募すれば全員金賞になってるとか、そんなことをさ、なんかあの時事ニュースチャンネルのひろしさんがね、ほんと残念でしたから、お亡くなりになっちゃってね、一回おっしゃってたとかいう話もあるし、まあ、よくわかんないんだけど、唐揚げは正直、まあこういうのは食った感想が大事だけど、これはこう真ん中なんだろう、こう食った感想が大事なんだけど、これはね、唐揚げは普通、ただね、パンが美味しい。パンが美味しい。なんか今下唇噛んじゃった。ないや。パンがうめえわ。こういう時ってどうすりゃいいんだよみたいな感じだけどね。まあ美味しいからいいんじゃないですかみたいな。なんかこんな衣の厚さとかなんとなくわかります。衣結構厚いよね。ただ真ん中に入ってる肉はね、あの鶏のもも肉ですね。鶏のもも肉。結構、これで150円なら安いよなって思うね。ただ当然半額なんで、本来は300円のものなんで、300円でどうなのかなみたいな、その辺はまあ個人の好みかなみたいな感じはしますけどね。まあこうやって揚げ物をパンに挟んで食うってのは基本的にうまいよね。いろんなもん何挟んでもさ、あ、アジフライ挟んだりとかさ、コロッケ挟んだりとか、いろんなもん。コロッケ挟むと本当にね、炭水化物攻撃みたいになるけどね。でも美味しいよね。コロッケサンドとかさ、美味しいんだよね。まあ、カツサンドもうまいけど、なんかほんの赤いのが出てきたから。なんだろう、俺の下唇噛んだところか。俺の血だ。あの、パンはね、生焼けになってるわけないんで、だって、あ、ダメだ、これ、下唇噛んで血出てる。やべ。こっから出血してるわ、あれ。こうやってほんと出血してるわ。ダメだこれ。なんか大丈夫です、こんなのはね。大したことね。ということは問題ないので、食い続ける僕さん。食べちゃう。でも食べちゃうもったいないからね。まあ、うまいよ。
いろんなものを挟んで食うとかね、そんな動画もね出してみたら楽しいかもしれないね。なんかそろそろさ、半額弁当シリーズもマンネリ化してきたって感じがあるから、新しい企画を考えないか。まずうん、まあ新しい企画って考えた当初ってさ、あんま完成されないんで失敗したと思うんだけど、何本か続き出すとなんかファンがついて回ったりとかね、面白いね、 YouTube っていうのもやってみると、まあとりあえず150円の価値が十分だったけど、300円の価値があるかどうかはまだ微妙なんだけど、唐揚げはとにかくとして、パンが美味しい、これは間違いない、パンが美味しい、肉は普通みたいな、そんな感じでございますね。金賞なんだけどねということでね、どうしようかな、まあそんな感じでいいかな、じゃあごちそうさまでした。